お風呂が一番奥で、左側がプールか。行くよー。プール専用のね、カードキーが。私どうなの？いいね、一緒に行ったら。うん、行ったらいい。うん、可愛いからピュッて入ってくる。よし、行こう。レッグチャタンの屋上階なのかな、8階にプールがありまして、今からね入ってまいりたいと思います。すごいなぁ。ほんまやな。なんかぬるいな。温水かなこれ。おお、結構深いわ。おお、濡れたらやばいな。うん、濡れたらやばいな。今日ね、一日ね、ほんと暑かったからね、めっちゃ気持ちいいわ。なんか霧のミストになってんな。すげえ。あ、なんかちょっと休めるスペースになってますね。ここやったらたくちゃんぐらいでも深さは大丈夫やね。へえ。ここは上登れるのかな。おお、どんなんなんやろ。おわあ、すごいな。どうでしたか？よし。はい、チーズ。プール入ったんでね、次は同じ階にあるお風呂にね入りたいと思います。うん？あ、はい。今日はね、本当にねバタバタしてましてね、ちょっと全くホテルの紹介できませんでしたので、まあ、こういうふうにねリビングにはソファーがあります。これいいですね。めっちゃ広々としてます。はい、こういう感じでテレビはね見れますね。たくちゃんとはるくんがベッドを引いてます。で、右手にはお風呂があります。気になる備品ですが、こちらに電気ポット。これなんだろうな。あ、コーヒーだ。これでコーヒー作れますね。ああ、なるほど。コップ、アイスボックス、お茶。何もない。何もない。何もない。あ、これね、ナイトウェアが入ってました。大人用2着が入ってましたね。で、ここがセーフティーボックスか。で、お風呂ですが、こちらはね、なんとね、温泉がね、出るそうでございます。シャンプー、これどこのやつかな。そうでしょうか。そうやね、そういう感じやね。あ、ここはね、大浴場がね、まあ、メイン棟にあるのでね、まあ、今ね、お風呂はね、大浴場で入ってきました。さて、夜もね、11時回りましたんでね、このビール、はい、オリオンビール飲んで、今日は寝ようと思います。明日もね、めっちゃ朝から早いんですよ。忙しい一日になりそうですね。ちょっとこれで、なんかいいとこないかね、探しながら飲もうかな。あー、うまっ。うん、美味しい。あー、うまっ。皆さんおはようございます。やすさんでございます。沖縄旅行2日目の朝でございます。今朝のね6時半ですね。今からお部屋のお風呂に入って、でご飯を食べに行こうと思います。はい、お部屋のお風呂はこんな感じでございます。すごいですね。温泉の匂いがね漂ってます。さあ今からご飯食べに行きましょう。家族でしてもうチェックアウトするから8時にはもう8時過ぎに出るから。そう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 、じゃないと間に合わないから。チェックアウトで、それでどこ行くん？海に行く今日。それであ、これか。おお、すごいね。はい。ことがたくさんあるよ。聞いてほしいな、些細なことも。口だって冗談だって泣き言だって、君には全部知ってほしい。話したいことが少しでも胸の中にもし潜んでるなら、無理して言う必要もないけど、いつでも受け止めるからさ。一人で戦う姿には特別な敬意を払うけど、日陰がないと休めないだろう。水がないと潤わないだろう。君の存在は僕にとってかけがえのない特別なもの。 Give and take なマインドを気分と気分に変えるくらいに、ひとときも離れずより添いたいけど、それはただ僕のエゴイズム。せめてこの歌が君のそばで心地よく響き渡るといい。30分35分なんで、一般道その先国道50号線を通るルートです。実際の